はい、こんにちは。税理士川南の YouTube へようこそ。オンライン上で税理士を味方につけようということで、オンラインサロンを運営している自営業専門の税理士川南と言います。本日の動画もよろしくお願いします。さあ、行きましょう。今日はこちらをテーマに送りたいと思います。領収書、レシート、保管と収納、みんなどうしてるのについて動画で紹介していきたいと思います。告知はこちら。気になりますよね。みんなどうやってるんだろう。ね、レシート、領収書の整理や保存方法について、何年保存が必要なのについて。で、最後に、私の場合こうやってるよという実例を少し紹介したいと思います。動画最後の方までご覧になってください。はい、それでは領収書レシート保管と収納みんなどうしてるのについて紹介していきたいと思います。本日の目次はこのような流れでいきます。まずね、最初ですね、レシート領収書って実際どうやって整理整頓してるのって気になりませんか？どういう方法が本当はいいのかなとか、どうやってするのが一番効率的なのか、実際これでやってるけどこれっていいのかなと、みんながどうやってるかってやっぱね、皆さん気になるポイントだと思うんですね。で、私が仕事柄ね、いろんなお客さんのその整理方法を見ていた、この方法がいいかなというものを本日紹介したいと思います。レシート、領収書、整理と保存の方法についてです。基本的にやはりこれがベースです。月別の日付順、これが一番やりやすい方法だと思います。まずレシート、領収書を月別に分けてもらって、次に日付順にするってことですね。この日付順にするっていうのは順番になっていれば OK ってことで、その方法なんですけど、よくあるのがこれです。スクラップブックに貼るという方法。これ昔からある、なんかもう王道のあれですよね。もう経理といえばこのスクラップブックにレシート、領収書を貼っていくっていうような、イメージあるかと思うんですけど、これ実際やっぱやってる方います。私個人的にこの注意しないといけないのは、このスクラップブックに貼るっていう作業ってすごく結構意外と時間がかかるんですね。もうどうしてもやらなきゃいけないっていうふうに私はおすすめはしておりません。スクラップブックに貼るのが好きとか、全て貼るとすっきりしてやった感があるとかいう好きって方はこの方法でいいと思うんですけど、その以外の方もざっくりと封筒やファイルを使った収納方法をおすすめしています。イメージとしてはこちら、先ちょっとこっち行ってまた戻ってきますけど、領収書整理のポイントとして、まず月ごとにまとめるですね。で、日付順に並べる。で、多い時は日付ごとにホッチキスで留めていってもいいですし、クリップなど文房具を利用すればいいと思います。それを月ごとに封筒に8月分、9月分、10月分というように入れて12個作るということですね。そして最後に段ボール箱に入れて保存。一番ベーシックなこの方法をやってる方が多いです。これが一番楽で簡単な方法じゃないかなと思います。ちょっと一回戻りますね。もう少しね、詳しく実例なんですけども、この封筒やファイルってどういう風にすればいいのかなって言いますと、いろんな方がいまして、このファイルでもこういうクリアな、これちょっとジップロックであれなんですけど、1ヶ月分を入れていただいて、何月分って言って書いて12個作るっていうような方もいれば、こういうねファスナー式のものに入れるっていう方もいます。ファイルですね、これファイルが開いちゃってるのバサッと出てくるので、ここを、セロハンテープとか、マスキングテープで止めて、こう大きな封筒サイズにすると A4 の書類もきれいに入ります。これは税理士会でもらえるファイルになります。こういうファイルを使う方もいれば、ね、昔からのよくあるファイルを使ってもらって、A4 の用紙にレシートや領収書を貼って、スクラップ型でやり方が近いと思います。こういう形で封筒に入れていくっていう方ももちろんいます。この封筒は、上の方を切っていただいてもいいですし、ここやっぱ締めたいっていう方はこのまま使ってもいいです。あと、便利なのが、これ縦でここ入り口が開いてるんですけど、この横に開いてる窓があるんですよね。お手紙出す時用の封筒みたいに。上開き？わかります？上開きのものがあるので、そうすると、こう、綺麗に入れやすいので、こう、パッと開けてスッと入るので、そういう封筒でも OK。自分が使いやすいファイルや封筒を買ってきていただいていいと思います。そしてもう一つのコツなんですけど、これは私も実際してるんですけど、現金とクレジットを分けるってことが一つのポイントになります。これどうして分けるかと言いますと、現金のレシートとクレジットカードを切った時に出てくるレシートを一緒にしてしまうと、クレジットカードの通帳で引き落とされてたカードの明細書に載ってくるはずなんです。通帳の方を経理入力するときに、この現金の方と両方入ってると入力が二重になってしまうケースがあるんです。クレジットなのに現金で経費が入ってるっていう。で、クレジットの方を入力するときにそう入れたことを忘れていて、こう二重に入ってる経費が、単純計算倍になってしまいます。ミスをね、軽減するためにも現金と、クレジットか別にしておくと把握しやすいと思います。これがクレジット、これが現金って分ける手間がなくなりますので、もう自動的に使ったときに分けていただいてもいいのかなと思います。おすすめとかではないんですけども、取引先ごとにファイルしていくって方もいます。大きい取引先があってるとか、もうメインがこことここなんですよね、ほとんど仕入れ先がっていうような方は、取引先ごとにこういうものを作って、取引先の名前、会社名を入れて、そこに関する書類は全部こちらに入れるっていう風に、取引先ごとにこうやって作る。
って方もいます。そうすると問い合わせが向こうからこの月のこれってどうなりましたかって言った時に探しやすいんです。すぐ見つかるの。今回の話、自営業を前提に話をしております。その基本的にそのレシート領収書の量が少ないだろうという、これ量が多い方はね、こういうものにね1ヶ月分がもう 全然入りませんので、そこだけはね配慮して動画の方を見てほしいなと思います。最初に言えばよかったね、すいません。基本的には月別日付順の基本的な方法だと思います。保存期間が一体どうなってるのかって言いますと、今言ったねレシート領収書整理整頓したんですけど、その後何年保存すればいいのかって話ですね。青色の方はこちらです。帳簿、仕分け帳とか水筒帳など帳簿関係のものは7年、で書類に関しては決算関係ですね、確定申告書などの決算系の書類も7年、領収書、金通帳などの7年取っておいてください。その他のものは何かっていうと、請求書、見積書、契約書、納品書は自分のビジネスに関わるものは5年は保存がしないといけないですよっていうのが国税庁から出ているこの保存期間、青色申告の方はこちらっていうふうに決まっております、まあ、なのでね7年取っとけばまあ間違いないかなっていうふうに思ってください。結構取っとかないといけないですよね。白色の場合は少し違いました。確定申告をね白色でされている方は帳簿関係ですね、収入金額は必要経費を記載した帳簿については7年ですけど、その他のものです、業務に関係して作成したねここの以外の帳簿や決算関係、確定申告に作成した書類、あとはさっき言った請求書、納品等などは5年でいいです。だから白色の方の方が保存期間が短いものがあるっていうふうに覚えておいてください。結局ね青色と白色を比べますと、請求書とか見積書、計納品書は基本的に5年取っておけばいいんですけど、その他7年のものがありますので、青の方も白の方も、まあ、7年取っておけば間違いないかなっていうふうに覚えていただけると分かりやすいかと思います。あ、白いやつが出てしまった。で、私の場合ね、どうやってるかっていうのを紹介します。なんかね、皆さんもしかしたら税理士だからめちゃくちゃ綺麗にしてるんじゃないかとか、スクラップブックとかで、めっちゃ綺麗に貼ってんじゃないかって思われる方もしかしたらいらっしゃるかと思うんですけど、結構ざっくりなんです。私の場合は、税理士っていう仕事は基本的に仕入れがないし、レシートや領収書が基本的に少なめのお仕事だと思っております。税理士の事務所の中でもあと書類がかなり少ない方だと思います。紹介していきますね。ちょっとね画面切り替えます。こういう形で私はこう小さいファイルを持っていて、こういう形ちっちゃくなってて1、2、3ってこうポケットが分かれてるんですね。でこちらの方に現金で使ったやつを日付順に新しいのが上に自動的になるように入れるよう気をつけてます。でここがパンパンになってきましたら会計ソフトに入力しないといけないタイミングだよねっていうのを自分で思ってます。ぎゅうぎゅうの時がたまにあるんですけど、これくらいあるのでそろそろ入力時ですね。もうちょっとしたら入力しないといけないかなと思っております。こんな感じでクリップで止めていってます。入力したものから順番にね、こういう形でクリップで止めています。でこれをどうしてるかって言います。こういうファイルを使ってここにねポケットにザーッと入れてったんですけど、このファイルが、まあ、背幅が最大40まで広がるとかいうやつなんですけど、さすがにこれがこんなんになりまして、この方法はちょっと良くない見た目が悪いなということで、最近はボックスを買ってきました。こういうこれ結構ちょうど私はねちょうどいいサイズなんですけど、こういう形でボックスがあるので、こちらの方に先ほど言ったようなシートをドサッと入れていって、あとは実際こう使い終わった通帳とかもここに入れてます。領収書とかもこれ切るので、切る場合があるので、もう数だいぶ少なくなったまにあるのでドサッと入れております。で1年終わりましたらこういう形で大きいファイルに何年度って書いて全部ザクッと入れます。こういう感じですね。そんなめっちゃ適当やろ結構適当です。こういう形でカードを切ったものはこっちに、一つにまとめております。で箱に入れていくっていうスタイル。箱が、まあ、1年分かな。でもここのラベルにね多分何年度分ってこういうふうにしておけば、ここ見れば全部揃っている状態に私の場合はなるので大丈夫。 A4 サイズも折るの嫌って方はやっぱこういうクリアファイル型でこの、ね、クリアファイル型にこう綺麗入れたりとかっていう形で私がどうやってるかっていうのを紹介させていただきました、ね、きっちりきっちりやってるわけじゃないです。ここに時間を割くあんまり必要がなくて、いかにこう効率よくやっていくかっていうのが大事になるかと思うので、経理はねきちんとねしないといけないんですけど、結局入力の方きちんとしてれば基本的に大丈夫ですので、まあ、証拠として残ってれば OK ですね。だからこれは捨てたりとか処分したりっていうのをするとまずいので、そこだけ気をつけてください。実際にね私これあった税務調査であった話なんですけど、そこのお客さんはきちんときれいに領収書
シートを貼ってらっしゃってけど、税務調査があった時に調査の方が担当者がパラパラっと見たんです。そしたらやっぱ印象がいいんですよね。綺麗にもう何年分何年分用意するものを机の上にきちんと並んでいまして、と見た時に税務署の担当者の方の印象がよくって、あ、ここはきちんとされているところなんだなっていうのが伝わったようで、印象的にパッと見に行った時にもう大きな段ボールにガサンともう本当に整理も何もされてなくて入れてある方よりはやっぱり人間ですので、パッと見た時にきちんとされている方はやっぱりきちんとされてるというふうな傾向があると思うんですよね。税務調査で印象も良くなります。で、ね、全部ここに入れればいいというものでもないです。プライベートのものとかね、スーパーで行ったお買い物は入れれませんので、それもあらかじめ端とくここには入れないようにするっていうふうにルール作りをしておくと、自動的にレシート領収書の整理整頓ができるんじゃないかと思いますね。もうすぐね確定申告の時期が来ますので、今からなるべく早めに手をつけておいた方が、レシート領収書の整理だけでもそういうできることはたくさんありますので、そういうものから順番に手をつけてスムーズに確定申告が終わるといいなと思い、本日の動画を取り上げました。私オンラインサロンの運営をしてまして、こうオンライン上に税理士を味方につけようということで、どういったことを話しているかというと、税金や経理の情報もそうなんですけど、私が普段どうやって考えてビジネスをしているのか、マインドとかスケジュールのこととか、あと YouTube の裏側とか、そういう裏側の情報をつぶやいておりますので、興味ある方はぜひ概要欄に貼っておきますので、そちらの方をクリックしていただいて入会していただけると嬉しいです。はい、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。自営業の方に役に立つ情報をこれからもコツコツと配信していきますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。感想やコメントいただけると励みになりますので、ぜひぜひお待ちしております。はい、それでは本日の動画も以上になります。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またね。チャンネル登録よろしくお願いします。